はいどうも、ルーでございます。ファイナルファンタジーブレイブエクスビアス、新規復帰やかやっていきたいと思います。はい、動画1本目、復帰のそのライトニング狙いのね、ライト3狙いの動画がなんかね、意外と自分の想像よりもね、伸びて、そこからチャンネル登録してくれさった方もいたりしてね、なんかこう嬉しくなったんで、ちょっとまあ、なんだろう、続けるモチベーションというのが上がったんで、これからもね、動画撮っていこうかなと思っております。で、現在、通算ログイン6日目になりました。で、通算ログイン6日目で、どういう感じかってところをまず報告したいんですけど、今、パーティーはライトさん入れたことで、グラセラ、スタイナー、シャントと、ダガー、ライトさんですね。にしたっていう感じですかね。まあ、他にもいっぱいいるんですけど、ちょっと育てきれないんで、まあ、育てたいキャラいます。ザックスとか、まあ、クラウドもそうだし、これ、アーシェとかね。この、リチャードもそうだし、あとは、まあ、レベルは上げてるんですけどね。まあ、あと、一つしてるんで、使いたいっちゃ使いたいんですけど、ちょっと今、ライトニング使いたいんでね。でまあ、玉ねぎ剣士とかはちょっとまだわかんないけど。また、あとは、アクスターが2体目だけど、どうかなってとこですね。まあ、FFB カテゴリーのリーダースキルが、他にどんな感じなのかなっていうところもあるんですけどね。まあ、ソルの方が上位互換なのかな？闇もついてるもんね。シャントットとか闇でしょ？ね。まあ、そういうのとかもあるんでね。まあ、どうなのかなってところなんですけど。今、まあ、ライトさんリーダーにして、反旗を、翻す者たちの、こう、バフですね。をつけて、まあ、グラセラの能力を上げてる感じですね。まあ、グラセラがね、リーダースキル持ってないんでね。まあ、これが、ちょっとま、どう響くかわかんないですけど。まあ、僕的には、あろうがなかろうが、まあ、今んとこ関係ないかなーってとこなんですけどね。で装備は、一応スパトラまで、獲得して、まあ、現在こんな感じですね。グラセラの槍、グラセラの冠とつけて。あとはもうほんとね、始めたばっかりなんでないんですよ。うん、装備が。で、ビジョンカードも、育てるのがね、ちょっとうまくできないんでね。まあ、そこら辺はちょっと置いといてって感じかな。で、まあ、結構、グラセラはアタッカーとしてかなり使えてますね。で、ライトさんが、まあ、こんな感じなんだけど、まあ、ちょっとまだ弱いっすよね。装備が、あ、これ、なんてついてないんだ。あ、これ、被るやつか。じゃこれで見てもしょうがないか。まあ、こんな感じですかね。エクスカリバー、FFB。まだね、トラマス、スーパートラストマスター、ちょっと取れないんですよね。こっちは取ったんですけど。あ、そっか。ブレイブフィス。よいしょ。これで。あ、そっか。デスクリムゾンセーバーがあるか。で、まあ、ダガー、決意のダガー。でも、これですからね、装備。で、シャントと魔導士の杖。魔力6しか上がらない。で、スタイナー。防御にした方がいいのかな。こんなに、あ、そっか、エクスカリバー両手なんか。で、まあ、グラセラこんな感じっていうとこですかね。グラセラだけ。めっちゃ強いって感じで。まあ、それでもね、ライトさんも強いのでね、まあ、装備がもうちょっと強くできるっていうところはあるんですけどね。まあ、そんなとこですかね。
特別な感じはないです。装備がしょぼいっていうのと、アビリティ、つけられるアビリティが全然ないっていう。で、ストーリーは、今、ここまで来ました。オルデニオン連邦国家の、未亡人の岬。ほとんど星3でクリア してますね。なんか盗むとか、なんかそういう特別なスキル使わなきゃいけないとかっていうやつ以外は全部取ってます。っていうとこかな。で、まあ、6日の状態で今、乱れるここレベル5が、まあ余裕でクリアできるようになってきたっていう感じですかね。なんだろう、2ウェーブ目まではオートで、3ウェーブ目は、ちょっとまあ、一旦リミットバースト貯めて、で、リミットバースト打って終わらすみたいな。だからまあ、これ、ちょっと自分も全然いけないかなと思ったんだけど、まあ、もしかしたら、ここまでは10万はいけないけど、いけないかな。まあ、ちょっとそこら辺も考えてみるか。目指してみるか。アビリティとかないからな。ラピスだけだから。まあちょっとね、そこら辺も、ちょっと視野に入れて、やっていこうかなと。で、まあ同時に、こっちの方は5月なのか、これは無理でしたね。無理ですね、多分これ。難易度200。おそらく無理です。チャレンジしてみようとは思うけど。これは取った方がいいのかな？あ、でも、あ、そうだね。モントだもんね。取った方がいいのか。できんのかな？ 150 だったらいけるかもしれないな。今度ちょっと挑戦してみます。で、今はちょっとここのビジョンズワールド、これちょっと、やりたいなとは思ってるんですけどね。これ、ファルシアニマまで行ってクリアすれば、みんなでクエスト参加できるから、まあ、ちょっとここをね、頑張りたいと思います。ちょっとやってみっか。あれ、できたできた。チョコボーイング。ブレイブシフト装備。あ、ちょっと待って。こっちで。うん。じゃあこれでちょっと挑んでみます。リボンとかね、そういうの無理ですね。持ってないですね。スタンさせられたらちょっと一旦待つしかない。まあとりあえずでバフをかけますか。一応リレイズもかけて、トリプルアビリティで LB チャージかけて、ロールシフト、LB アップないのか。 LB ゲージどうかあるね。勝ちは譲ってもらうぜ。ファイアエッジ、ファイアエッジ。トリプルアビリティ。やりに。大解消があるから水属性ダウンつけるか。で、トランスシフトして、トリプルアビリティ、
私はファルシの道具じゃない、あれで、ウルの盾、あれなんだ今、突撃、挑発、エネルギーチャージ、もうライトニング微妙に足んない。スタイナーが恐ろしい。大解消、耳とゲージたまんないんだな。ちょっと大解消失敗だな。あーでもいっか、リレイズ持ってるし。おお、全然だな。デバフ足んない。デバフ足んないのかな。あ、デバフ足んないどころの詐欺じゃないな。何も入ってないや。またもヒット。
感じになります。攻撃の方が精神アップしてて、あ、ない。MP がない。うわあ！あれおかしいな。いやー、参ったな、これ。どうする MP 回復できる方法は、ないか。いやー、参ったな。どうしよう。アレイズ、いやー、どうしようかな。 LB 貯めるか。もう一旦耐えられるかな。LB 上げて、うわー、ダメだダメだった。もう行くしかない。いや、全然効かない。そりゃそうだよな。いやー、厳しい。あれ、イザル。うわー、一回たしターンでは使えない。押したいだ。よし。よかった、レイズ持ってたわ。自分に LB 回復。あー、よしよし、来た。よっしゃー。あ、ブルーブレイクチェイン。トリプルアビリティ、 S 長プロテガケアルガ。あぶねえ、何度か勝てんな、これで。読み体制ダウン。
かった。これでなんとか勝てたんじゃなかろうか。おし、よし、あぶねえ。いやーちょっとリミットバーストのこうやりくりと、あとはデバフのかけ方、バフデバフのかけ方がしょぼかったな。シャントットもほとんどダメージ与えられてねえんだな。って考えたらシャントットもなんか違うやり方するか、別のキャラにするかの方がいいんだね。いやー勉強になったわ。火ダメが多いのと死んだ回数が多いっていうのがきついね。前の1個前のやつは一旦最大ダメージっていうのがね、C とかだったんだよね。 SSSSSS みたいな感じだった。いやなんとかクリアできた。まあこうやってね一個一個進めていこうかなと思います。いやまあちょっとね皆さんが見ていただけることでちょっと私も頑張れますので、新規まあ新しく始めようっていう人にもね今からでもできそうって思ってもらえたらね、まあすごい嬉しいんでね。僕ネオビジョンが出始めたところでデータ消えたんでね。なのでもう本当そのネオビジョンの使い方っていうのが全然わからないから今は手探りなんですけど、まあ、一応ねたくさん動画見てるわけじゃないんですけど、昔から見てる人がいたんで、まあその人のとこ見ながらやったりはしています。これからもね、頑張っていくために、皆さんの力を、貸していただきたい。皆さんのチャンネル登録、高評価で、私の動画、できておりますので、もしね、よろしければ、ゲームやりながらね、FABB やりながら、イベント集会ですね、しながら、見ていただけたら嬉しいです。最後に、チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。